中山競馬場でのファイナルラウンドで、後の重賞馬から手に騎乗する2019年優勝。桜井康介ヤングジョッキーズシリーズは、日本の中央競馬及び、地方競馬所属の見習い騎手によるシリーズ競争である。見習い騎手の注目度を一段と高め、騎乗数の増加及び、騎乗技術の向上を図るとともに、年末の中央競馬及び、 地方競馬双方を盛り上げるために2017年により開始された。全国の地方競馬場で実施するトライアルラウンドと年末のファイナルラウンドで構成され総合優勝を争う。ファイナルラウンドの出場機種はトライアルラウンドの成績上位機種から選定され2日制で実施。1日目は地方競馬、2日目は JRA の競馬場で行われる。 JRA では、ファイナルラウンド2日目を GI ホープフルステークスと並ぶ年末最後の開催の目玉として位置づけており、2017年以降は12月28日が月曜日にならない限り、中央競馬の1年の最後の開催日として固定する措置を取った。負傷等により出場予定機種が起乗できなくなった場合は、上記以外の機種が出場することがある。起乗場は、 抽選により決定する。1、起乗した馬の着順に応じて、起乗機種に対して、下表の通り点数を1競争ごとに与え、その合計得点を起乗回数で除した数値により、順位を決定する。なお、数値が同数の場合は、第1着以下のそれぞれの着順回数のうち上位の着順を得た回数の多い順に順位を決定する。 1> 第1着以下のそれぞれの着順回数が同数であった場合は、抽選により決定することとする。2. 出走馬不足、出走取り消し、競争除外等、機種本人の攻めによらず帰場できなかった場合は、得点を与えず、帰場回数にも数えない。また、競争中止の場合は再開と同じ点数を与え、帰場回数に数えることとする。 3. 以下の覚号のいずれかに該当する場合には点数を与えないが、起乗回数には数えることとする。4. 同着の場合は、各同着者に対し着順に応じた点数を与える。トライアルラウンドの成績上位者には、ファイナルラウンドの出場権を付与する。なお、下記の順位で選定するが、起乗した競争がに競争以下であった機種は選定されない。 1>, 1、地方競馬所属機種順位1、東日本地区の最上位1名と、西日本地区の上位3名の、計4名順位に北海道、東北ブロックの上位1名、南関東ブロックの上位2名の、計3名に、中央競馬所属機種以下の順位で選定する。ただし、起乗した競争が2競争以下であった機種は、選定されない。順位1、最上位1名順位に東日本地区。 西日本地区の各上位3名の計6名1地方競馬所属機種東日本地区西日本地区の各上位4名の計8名2中央競馬所属機種東日本地区西日本地区の各上位4名の計8名1トライアルラウンドの成績により以下に定める順位に従い選出する順一東日本地区の最上位一名と西日本地区の上位三名の 計四名順位に北海道、東北ブロックの上位一名、南関東ブロックの上位二名の、計三名順位1、最上位一名順位に東日本、地区、西日本地区の、各上位三名の、計六名に、騎乗予定機種が開催前日までにファイナルラウンドの、いずれかの競争で騎乗できなくなった場合は、騎乗できなくなった、ファイナルラウンドのすべての競争に騎乗できる機種のうち、 以下に定める順位に従い、補欠機種を選出する。なお、同順位の場合は、トライアルラウンドの成績が、上位の機種を選出する。順位1、同地区の地方所属機種順位2た地区の、地方所属機種順位3、中央、競馬所属機種順位1、同地区の中央、競馬所属機種順位2た地区の中央、 競馬所属騎手順位3地方競馬所属騎手3。騎乗予定騎手が開催当日以降にファイナルラウンドのいずれかの競争に騎乗できなくなった場合は、騎手の所属によらず、当日当該競馬場で騎乗予定の騎手のうち、騎乗できなくなったファイナルラウンドのすべての競争に騎乗でき、トライアルラウンドの成績が上位の騎手を補欠騎手として騎乗させる。四上記に三において、 起乗可能なヤングジョッキーズシリーズ出場機種がいない場合は、その他の機種を補欠機種として起乗させる。1、機種表彰順位の決定に、機種表彰の内容上記1により決定された順位の上位3名に対し表彰を行い、商品を交付する。ありがとうございます。